少し落ち着いたら、大浴場に行きましょう。別館の1階にあります。硫黄の匂いがプンプンしてきました。さあ、ゆっくりと温泉に浸かりましょう。すごい色ですね。硫黄の温泉です。いい温泉です。やはり、源泉かけ流しは最高です。部屋に戻りました。雨降らないですね。バイクで来れたかもしれませんね。今日は、涼しいのでエアコンいらないですね。夕食バイキングの時間です。行きましょう。階段を降りて、別館から本館の連絡通路を使って、2階が会場です。9番のテーブルでお願いいたします。はい、どうぞ。別注料理が用意されていますね。上州牛サーロインステーキ。マグロとカジキの料理フェア。ビーフシチューは、うまい。片焼きそばもうまい。寿司は、人気ですね。マグロのカマ。これうまかったんですよ。カジキのレアカツ。食べるの忘れてました。骨付きの唐揚げ。これもうまい。タンドリーチキン。これもうまい。ピザも食べたくなります。茶碗蒸し最高。枝豆に一口がんも。美味しそう。デザートにミニケーキがないのは、寂しいね。パイナップルは、甘酸っぱくて何個でもいける。今日の夕食バイキングが完成しました。最初は、少なめに持ってきましょう。赤ちゃんが泣いてますね。上州牛のサーロインステーキです。さてどこから食べようかな。しかし、あんまり寿司の色が良くないですね。マグロのカマ、脂が乗ってうまかったんです。唐揚げの骨付きもうまいです。寿司は、サーモンとイカがうまいね。そろそろ、上州牛は、焼けたかな。全然焼けてないよ。火が消えてたみたい。上州牛が焼けました。なんか、想像と違いますね。白いところがダメですね。脂身以外を食べましょう。今日はビールを2杯で終わりましょう。最後は、カレーで終わりにします。この色は、うまいカレーの色です。バイキング会場の下の階は、本館の大浴場です。タオルを持ってきたので、入っていきましょう。満腹で動けない体には、熱い温泉が効きます。まだ、6時20分ですね。外が明るいわけです。別館のロビーを見てみましょう。卓球台にソファーが並べてありますね。大きなカラオケルームが一部屋あります。部屋に戻りました。7時を過ぎないと暗くなりませんね。心霊の番組見ながら、缶チューハイ飲みましょう。さてさて、そろそろ、寝ましょう。おはようございます。雨の予報ですが、雨は降っているのかな？雨は降っていませんね。しかし、追い神の朝は涼しいですな。これから雨が降ってくる予報ですね。そろそろ5時になりますね。ここ別館の大浴場に行きましょう。本館の風呂は硫黄の温泉ではないので別館の方がいいです。まだ混み合う時間ではないですね。今日は男女入れ替えです。大露天風呂に入れます。先客が一人だけですね。ここの露天風呂はかなり大きいので楽しみです。今回は残念なことに温度が上がっていませんね。温泉の噴出量が少ない感じです。さあ、今度は朝食のバイキングの時間です。本館の2階が会場です。結構、連絡通路が長いんです。は
うございます。頑張るさんですね。どうぞ。